校庭が神奈川県立三浦臨海高等学校はかつて神奈川県三浦市初越町入り江に存在した公立の高等学校。県立初越高等学校と県立三崎高等学校の再編統合により開校した谷伊勢普通科高校。定員は1年次238名、34人7クラス。ホームルームクラスは3年間同じでクラス外はない。 ほとんどの授業はその科目を選択した生徒によるレッスンクラスで実施。90分1日4コマに学期制を実施している。2018年4月、神奈川県立平塚農業高等学校初声文校との再編統合により、神奈川県立三浦初声高等学校が開校。旧三浦臨海高校の高知校舎は、三浦初声高校入りキャンパスとして使用されている。旧 三崎高等学校2009年7月5日撮影9発越え高校のーチと校舎を使用。生徒により時間割が異なるため登校時間及び下校時間もまちまちで SHR はない。ただし2012年度から1年時は朝の SHR が週に3回ある。1コマ90分の授業はごく一部を除きホームルームクラスごとではなく、 選択した科目ごとのレッスンクラスで受けるので、ホームルームクラスの友達と一緒ではない。授業は、最多でも30人程度の少人数で実施されており、10人程度の授業も多くきめ細かな教科指導がなされる。自由な雰囲気の一方で、授業に遅刻すると出席と認められず、学習態度やテストでもそれなりの結果を出さないと、単位も習得できないので、厳しい自己管理が求められる。 時間割に、授業のない空き時間ができた場合は、カフェテリアやバームクーヘンという自習室で次の授業まで各自思い思いに過ごす。文芸部や漫画部など音を出さない、文化部は空き時間を使って部活動もできる。文化部の数は高校としては多く、声優部や創曲部などユニークなものもある。音を出す吹奏楽部や太鼓部などの文化部や野球部やサッカー部などの運動部は、 放課後のみの活動である。高校だが、大学生の学校生活と似ている部分がある。修学旅行の行き先は、沖縄県、ブリティッシュヒルズ、神戸、大阪の3方面となっている。ありがとうございます。